たなぼた。身近にあるあんなことやこんなこと、大分のすごい子どもたちや将来役立つかもしれないたなぼたの情報を紹介しちゃう番組です。大分面白広場2023の会場にやってきました。いろんな遊具が出ていたり、おいしそうな出店もたくさんです。それでは早速行ってみたいと思います。10月23、24日に大分市平和市民公園で行われた大分面白広場、とにかく面白い遊具やアトラクションがいっぱい。いいお天気の中、子供たちがたくさん来てくれたぞ。中でも特に人気のアトラクションに財前さんが挑戦。さあ、ではナンボールというゲームにチャレンジしてみたいと思います。あちらご覧ください。穴が4箇所開いてて回転してますよね。あそこに向かってこの砲台からボールを打ち込むんですね。多分これは実力じゃなくて運だと思います。こちら面白広場ならではのアトラクション、ナンボール。面白そうだな。いきますよっ。あ、惜しい。惜しかった。三角ではなかったけど丸に入りそうだった。もう一回真ん中だ。今じゃあちょっと遅かったのか。もう一回やってみたいって思えるゲームです。これちっちゃい子でも参加しやすいからいいですよね。さあ、これからですね、会場の皆さんがゲームにチャレンジしていくということで、私も応援していきます。ここからは賞金をかけてナンボール大会が行われたぞ。ちなみに財前さんは司会進化。こんなにも多くのみんなが並んでる。よく狙いを定めて。うわー、惜しいな。制限時間にクリアした人が次のステージ。みんななかなか入らないみたい。簡単そうで難しいんだな。おお、お見事。したのはこちらの女性、おめでとう。その他にも面白広場のステージでは、番組でもおなじみのジミー菊池さんのマジックショーやくじ引き大会などで大盛り上がり。財前さんも司会進行お疲れ様でした。恒例の仰天お菓子巻きでフィナーレを迎えています。皆さん楽しそうですね。さあ、今回はこの秋晴れのもと盛大に開催されました面白広場、ぜひ次回もご期待ください。それでは次回のたなぼたもお楽しみに。